これって日本でしか取れない貝殻じゃないか。わあ、綺麗だね。それ私にちょうだい、お兄ちゃん。ダメだ。僕が持って帰るんだからね。いいじゃん、ケチ。やれやれ。旅行だからってみんな随分とはしゃいでるな。日本は初めてだからね。アニメの聖地も多いし、私も楽しみにしてたもの。それはよかったよ。でも父さん、この国には立ち入り禁止の場所がたくさんあるって知ってたかしら。え？不穏空気。こんばん、タコメーター。ミステリー案内人です。あら？こつえさん、どこかに行くんですか？うん、うん、これから日本旅行に行くのよ。それはちょうどよかった。今日は日本に実在する立ち入り禁止スポットをご紹介しますよ。立ち入り禁止？それって一体どういうこと？立ち入り禁止の場所。あ、それって危ない研究をしてるからとかって意味？いえ、もっとこう、オカルト的な話よ。まか不思議。それで父さんは何か知ってるの？そうだね。知っているといえば知ってるけど、今日はせっかくの旅行だ。いつもの授業みたいに肩肘張らずに、軽く話すだけにしておこうか。エゴタの森公園。まずは、エゴタの森公園だ。すごい自然に囲まれた公園だね。それに遊歩道や遊び場もあるから、家族連れや近所の人たちにとっても憩いの場なんだ。とはいえ、それとは裏腹に奇妙な噂が絶えない場所でもあるんだよ。どういう意味だい？で、立ち入り禁止？遊具が古くて危ないとか？いいえ、エゴタの森公園には複数の立ち入り禁止区域があるけど、その理由は明確になってないのよ。理由不明。ああ、しかもエゴタの森公園の西側では心霊現象を体験した話も数多くあるんだ。ここがその西側か。それで一体どんな体験談があるんだい？有名なのは、昼間なのに背筋がゾクッとしたり、夜中に聞こえないはずの声が聞こえた、なんてのもあるわね。心霊現象。でも、どうしてエゴタの森公園ではこんなに心霊現象が起きてるんだい？それは、ここが旧日本軍の病院を取り壊した後にできた公園だからだろうね。病院？じゃあ病気で死んじゃった人たちの幽霊ってこと？日本軍だからね。病気以外の理由もあっただろうさ。しかも以前は死亡率が高かった結核の隔離病棟もあったけれど、そこは心霊現象が多発している西側にあったと言われてるのよ。阿鼻叫喚。ちなみに各所にある立ち入り禁止エリアも全てこの病院が関係しているのではないかと噂されているんだ。だからこそ、もし立ち入るときはそれ相応の覚悟が必要だよ。人の怨念というのはね、そう簡単に消えたりはしないのさ。深海の森。さて、次に紹介するのは、滋賀県の有名な心霊スポットでもある深海の森だ。これも、ショコラは知ってるんじゃないかい？ええ、深海の森は、切り開かれた土地の中に不自然に残された森のことよね。正解だ。確かに、随分見晴らしがいい場所なのに、ここだけポツンと残っているね。そうだね。そして、この森は別名、死骸の森なんて呼ばれ方もしているんだ。死骸？え？なんで？不気味ピエン。死骸と呼ばれるきっかけとなったのは、深海がなまって死骸になったからというのが一番有力だが、他にも、この場所が有名な武将、織田信長の処刑場だからとも言われてるよ。織田信長って、起きれない、何時に寝ても昼起きる、の人でしょ？それじゃあただの怠け者じゃないの、バカ。でも幼少期は、尾張の大うつけ、つまり、大バカ者って言われた変わり者だから、
あながち間違いじゃないかもね。でも処刑場か、心霊スポットになるのも仕方ないね。だろう。それに武部正一と大京伝助という人物もこの地で斬首されていてね。その事件は死骸の森事件とも呼ばれているんだ。だからほら、あったよ。これは二人を供養する地蔵だよ。ちなみにこの森の木を切ろうとすると不幸が降りかかり、怪我をしたり病気で亡くなるという話もあるんだよ。なるほど。だからこの森だけ残ってるんだ。でもさ、それじゃあ立ち入り禁止って言われてるのは幽霊が出るからなの？半分正解だが、それだけじゃないんだ。なんせ死骸の森は聖域な場所、神が祭事で巡行する際に休憩する場所とも言われてるんだからね。それじゃあつまり心霊スポットでありながら聖域な場所でもあるから立ち入り禁止とされているってことか。ええ、怨念と聖域が混在するなんてさすがに不気味だわ。小東小学校。さて、次は北海道美唄市に存在する小東小学校だ。うわあ、すごい古いね。それより円形の校舎か、珍しいね。そうだね。ここは1974年に閉校されたが、今では珍しい円形の校舎として有名なんだ。とはいえ、もちろん心霊スポットとしても有名だよ。どういう意味よ。この学校では閉校前から不気味なことが起きていたんだ。例えばこの学校に通う少女が授業中に突然姿を消したりとかね。当然教師は大捜索したが見つからず、その後警察や地元住民も総出で探したが、結局見つけることはできなかったんだ。びっくり仰天。それでその少女はどうなったんだい？残念だが彼女は今も見つかってないよ。ただそれ以降とある噂が絶えなくてね。噂？ああ、それは小学校の閉鎖以降、少女の霊が校内に現れるという噂なんだ。それも地元住民はもちろん、廃墟を撮影に来たカメラマンまでもが目撃しているそうだよ。半信半疑。確かにね。でも小東小学校には、以前心霊番組の企画で取り上げられた際、収録中にもかかわらず霊能力者が逃げ出したという話もあるんだ。へえ、それは確かに立ち入り禁止クラスだね。ふん、どうせテレビのことだし、やらせに決まってるでしょ。ま、やらせの可能性があったとしても、さすがに近寄りたくはないだろうさ。オイラン淵。さて、次に紹介するのはオイラン淵だ。オイラン淵？それなら私も知ってるにゃ。日本最強の心霊スポットで、入ったら呪われちゃう場所でしょ。そんなところに入って大丈夫なのかい？ここは問題ないさ。なんせ本物の花魁淵はここから約 1km 西に行った先にあるんだからね。それってつまりここは本物の花魁淵じゃないってこと？ああ、そしてそのゆえんは少しばかり遡らなければいけないんだ。そう、江戸時代までね。タイムスリップ。当時この山梨県を治めていた武田信玄は、戦の軍資金を得るためいくつかの金山を持っており、その中でも有名なのが花魁淵の近くにあった黒川金山なんだ。へえ、いろんな人が働いてるんだね。ああ、そして武田信玄は労働者の疲れを癒す目的で労働者用の遊郭を作り、そこには55人の遊女が毎晩男たちの疲れを癒していたらしい。だが時代は常に流れゆくもの。ある大きな合戦で敗北し、全ての財産を略奪されることを恐れた武田家は、隠し金山の存在だけでもどうにか隠そうとしたんだ。確かに当時の採掘技術は重要機密だったというからね。その通り。そして
情報漏れを恐れた武田家はあろうことか遊女に目をつけたんだ。なんですって？それって。ああ、55人全員が命を奪われたのさ。橋の上の舞台で舞を踊らされている最中に橋の紐を切られ渓谷に落下させられてね。残虐非道。そしてその事件が起きたのが花魁淵だと言われてるんだよ。へえ。でもなぜ本来の場所ではなく離れたところを花魁淵にしたんだい？詳しいことは僕もわからないが、ただ供養のしやすさを考えた結果、交通面で便利なここを選んだからではないかと言われているそうだよ。日本ってきっちりそういう供養はするって感じだね。ある意味外国よりそういうたたりに敏感なのかもしれないね。久高島不貌うたき。さて、次は沖縄県久高島にある不貌うたきだ。ここって何もないじゃないか。それが実は不貌うたきは男立ち入り禁止。僕らはどう頑張っても入れないんだ。男子禁制。ねえねえ、うたきって何なの？うたきとは小さな祠や鳥居のある施設のことで、本土にある神社みたいなものだよ。ただし、うたきの場合、外からの写真撮影はもちろん、立ち入ることも禁止だけどね。ええ、ちなみに沖縄には、このうたきがいろんな島にあって、八重山のうたきなんかもかなり有名よ。その通りだよ、ショコラ。ただ、そんな沖縄の中でも特に、この久高島は、神の島と言われるほどの聖域なんだ。へえ、それほど立ち入り禁止のうたきが多いというわけか。島に訪れることは問題ないのかい？ああ、以前は選ばれた人しかダメだったけどね。とはいえ、今も不貌うたきは男女共に立ち入り禁止。唯一入れるのは久高島の神女だけなんだ。こっそり覗くだけなら。ダメよガーナ。あんたみたいにマナーを守れない観光客のせいで、島民はこれまでの伝統を守れずに悩んでいるんだから。ごめんなさい。沖縄は独自な文化や風習がとても多い場所だ。それだけに観光客は島に遊びに来ているのではなく、島にお邪魔させてもらっていると考えた方がいいだろうね。あくまで何もせず、手を出さず、ただただ通り過ぎる。幽霊になってお邪魔するみたいな感覚がいいかもね。うわぁ、激ムズだにゃ。ユイグランドホテル。さて、次は波乱続きの歴史があるユイグランドホテルだね。波乱続きの歴史？それってどういうことだい？ここは当初は豪華なホテルとして人気だったけど、徐々に経営が難しくなり廃業。その後、設備を生かして活魚を使った和食料理店に姿を変えたのよ。だが、その和食料理店も、その後始めたモーテルも経営がうまくいかず、結局今では建物だけが放置されているんだ。連続倒産。ええ。でも本当にヤバいのは、今までいろんな人間がここで死んでいるからよ。死んだって、どういうこと？一番有名なのは、2004年に起きたホテル活魚事件だ。これは、帰宅途中だった女子高生が不良グループに強盗目的で暴行を受けたが、その後、不良グループの一人が被害者と同級生だったことが判明し、口封じに命を奪ってしまったという事件だよ。なんとも、言葉に詰まる事件だね。それも、被害者の遺体は、ホテルの大型冷蔵庫に入れられていたの。この事件がきっかけとなり、ここは全国でも有名な場所になったのよ。最悪の知名度じゃん。ちなみにこの事件が起きる前から宿泊していたカップルの男性が女性を刺して命を奪ってしまったり、宿泊客が続々自殺したりなど、悪い噂は絶えなかったんだ。阿鼻叫喚。廃業するのも無理ないね。でもなんで立ち入り禁止なの？それは、わ
この通り、建物が老朽化していて危ないから立ち入り禁止の場所になってるんだよ。もっと早く言ってよ。っていうかこれ心霊現象関係ないじゃん。沖の島。さて、次に紹介するのは2017年に世界遺産に登録された沖の島だ。ここは三女神の一体、田切姫を祀る沖積屋がある島としても有名だよ。僕も聞いたことがあるよ。確か女性はこの島に立ち入ることすら禁止されているんだろう。ちなみに男でも普段は年一回のお祭り以外は立ち入り禁止なのよ。無人島ナウ。いや、それは違うよビタ。沖積屋の手入れをするために神主が一人常駐し、昼夜問わずに禊を行い、田切姫を祀っているからね。最低限は管理されてるんだ。でもさ、今時女の人は立ち入り禁止なんてちょっと時代遅れじゃない？これにはちゃんとした理由があるのよ。ここに祀られている田切姫はとんでもなく嫉妬深いことで有名なの。その通り。だからこそこの島に女性が立ち入ってしまうと、田切姫が嫉妬に狂いたたられてしまうという説が提唱されているんだ。これは差別ではなくて女性を守るための掟なんだよ。嫉妬恐怖、恐ろしどころ。さて、次は恐ろしどころという禁足地として1300年間守られてきた場所を紹介するよ。恐ろしどころ？恐ろしいという意味を持った場所だからね。でもこの地は太陽の光で妊娠した女性が産んだ子供、天道奉仕を中心とした天道信仰の聖地なの。太陽の光で妊娠？確かに常識では考えられない話だが、天道奉仕は空を飛び文武天皇の病を治したなど数多くの伝説を残してるんだ。びっくり人間。透明化できるあんたが言うんじゃないわよビター。とにかくここは対馬特有の太陽信仰の聖地なの。そして表八丁閣には天道奉仕を、裏八丁閣には天道奉仕の母を祀ってるのよ。へえ、ここに天道奉仕さんがいるんだ。何してるんだ伊藤さん。恐ろしどころでは、表八丁閣か裏八丁閣を見た場合、履いた靴を頭に乗せ背を向けずに陰の子と言いながら後ずさりで戻らなくてはいけないんだ。ボケタイム？ボケたんじゃないわよビタ。ちなみに陰の子は犬という意味で、人ではなく私は犬だと伝える言葉なの。そしてこの行動を取らなければ必ず死ぬと言われているわ。犬の子？なんてね。結局この行為は聖地を守るために、怖い印象をつけるための行為だったんだ。騙したな二人とも。とんだ赤っ端だにゃ。だいたい恐ろしどころなんて名前の場所に行きたいと思う人間なんてそういないでしょ。全部不用意に人を傷つけないためのハッタリだったのよ。ちなみに今はもうルールを守れば恐ろしどころに入ることは可能なんだ。とはいえ細かいルールがあるから、遊び半分で来るのはおすすめしないけどね。中川原海岸。さて、もう一つ紹介したい場所があるんだ。何よ、まだあるの？最後に紹介したいのはここ。地元民は絶対に泳がないと言われる中川原海岸さ。え？避けられるようになったきっかけは1955年に起きた橋北中学校水難事件だ。その事件なら知ってるわ。確か日本最悪の水難事故と呼ばれてる事件よね。その通り。この海岸で水泳の授業を受けていた女子生徒が溺れ、計36名が犠牲になってしまった事件だ。36って随分多いんだね。すごく海が荒れてたの？いいえ、その日は快晴で波も穏やかだった。それに水深はたったの1メートルで、普通に立てる深さだったらしいわ。ああ、
さらに不思議なのは、男子生徒や教師らが救助に当たったが、なぜか女子生徒のみが犠牲になってしまったという点だね。とはいえ、この事件の原因はミオだと言われてるよ。なるほどね。ミオは確か川と潮の流れがぶつかって大きな波になる現象のこと。足をさらわれて流されてしまったというわけか。生き残った少女はこう言ったそうよ。大勢の女たちが私たちの足を海底に引っ張ろうとしてきたってね。あ、ビタお兄ちゃんが怯えてついに言葉をなくしたにゃ。何かの見間違いじゃなくて？この証言はただの虚言とは言えない理由があるんだ。なんせこの事件の10年前に起きた空襲によってたくさんの人が亡くなり、一部は河口付近に埋葬されたが、その人数は36人だと言われているんだからね。え？ただの偶然じゃないの？偶然にしてはさすがにできすぎてるわ。それに他にも奇妙な事故があまりにも多発しているから、地元民も近づかない場所なのよ。っていうか、この海岸がまさか中川原海岸じゃないでしょうね。さすがにそんな不謹慎なことはしないよ。ここは普通の海岸だよ。外観が似てるなぁと思って連れてきただけさ。ひっ、この音って、誰か来てるわ。どうにかしなさいよ父さん。どうにかって、父さんは霊媒師でも何でも。いいから早くしてくれよ父さん。ああ、もう、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、悪霊よされ。え、ちょっと、なんで砂かけるのよあなた。え、あれ、お母さんじゃん、何してるの。何って、暇だったから少し泳いでたのよ。それにしてもあなた、誰が悪霊ですって。いや違うんだしが、これは、その…問答無用よ。うわー、助けてくれ、お前たち。完全に母さんの存在忘れてたね。さっきから立ち入り禁止区域の話ばかりしていたけど、このままじゃこの海岸まで立ち入り禁止になりそうだ。はあ、面倒だけど止めるしかないわね。行くわよみんな。おお。ということで、日本には立ち入り禁止の場所がいくつもあるので、旅行に行く際は気をつけてくださいね。私も冷や汗が止まらないわ。幽霊を見てしまったら大変だから、家でじっとしていましょうかしら。小杖さんも幽霊じゃないですかね。いかがでしたか？他にもこんな心霊スポットを知っている方は、コメントで教えてくださいね。それではまた。バイバイチーン。まったく、立ち入り禁止区域の話ばっかりしていて幽霊だと思っただなんて、呆れた話だわ。ごめんよシュガー、僕もまだまだ修行が足りないよ。愛する妻を見間違えるなんて。ま、子供たちも楽しかったのかぐっすり寝ているようだし、私も一人で泳ぎを満喫できたからよしとするわ。二度目はないからね。ありがとうシュガー。ちなみにこの後あの海岸では、赤髪の青白い顔をした女幽霊が男を追いかけ回すという奇妙な都市伝説が広まったそうです。皆さんもうっかり自分の行動で都市伝説にならないようお気をつけくださいね。